トイレを見させていただいてもよろしい。これ使っちゃっていいですか。はい、使ってください。すいません。トイレがあ、こちらで。あ、今現状は水引いてっていう。そうですよね、なんか今さっき見たら引いてきてましたね。今朝は、はい、半分この縁ぐらいまで。そうですね、この縁ぐらいまで。ちょっと水流してみますね。はい、あ、はあ、はあ、はい、はい。ああ、水だけ引いてって。承知いたしました。トイレ以外って何か詰まってるとかってありますか。はい、うん、トイレだけっていう。そうですね、はい、トイレットペーパーも普通に国産のやつですよね。そうですね、はい、なんか最近買えたとかっていうのもない。ないですよね、はい、承知いたしました。この調子であればちょっと外を見てみますね。はい、試合的にはこの排水マスが わお、これが正解だ。屋外マス詰まりっていう感じですね。で、他の内側が多分お風呂とか脱衣所の方ですよね。はい、あれば、そこに影響が出てないのであれば、ここは流れてるはず。あ、へえ、すごいですね。本当、あのここからおそらくですけど、ここまでのこの外のこの管の間、そうですね、50センチぐらいの間で詰まってるんだな。まあ、ペーパーとかその辺がいるので、まあ、これをつっつけば詰まり自体は取れるかなというところですね。まあ、逆に言えばここだけでまだ良かったのかなっていうところですよね。そうですね、こっち側行ってもう本当に大元の方で詰まってれば、あのお部屋内の水回り全部使えなくなってるっていう可能性もあったので、状態は分かったので、なるとこっから全部紙では、あのトイレが、トイレがじゃないか、汚水が回っちゃってるので、こっちも綺麗にするようにはしますね。ここが実際に、あ、まあパンパンですね。トイレって2階にもあります。はい、あ、あー、ってなるとそっちなのかな。2階のお手洗いは使えてるってこと。あ、使えてます。はい、本当に1階だけがドンピシャで使えなくて。そうですね、わかります。じゃあちょっと準備開始しますね。はい、お願いします。はい、ちなみに築年数とかって何年ぐらいでいらっしゃる。20年ちょっと。で、ここまで詰まったことってはないですね。初めてで。はい、わかりました。よいしょ。あー、両手ラインになっててちょうどいいかなと思って、こういって、こうか、こういって、こう、OK、経路が詰まってる、詰まってる、詰まってない、詰まってない、両手は入れ、ドロップになって、着地の最終ですね。
からやっていきますね。はい、お願いします。で、詰まり自体はもうすぐ抜けると思います。あ、はい。これで詰まりにぶち当たったので、あ、今抜けましたね。異物がいるとかそんな感じではなさそうでしたね。あ、根っことかの侵入的なものでもないな。ここが一番の詰まりで、もう綺麗になって、こっちは何だろうな。
とりあえず詰まりは抜けたので、はい、次は排水膜の中を一旦きれいにして、はい、これでとりあえず全貌が明らかになったので、はい、お部屋うち1階とお2階のトイレ、はい、ペーパー入れて流していただくことでいいですか。あ、はい、分かりました。すいません、ありがとうございます。まず1階からでお願いできます。はい、すいません。多分1階はね、これだと思うんだよな。はい、すいません、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。よっ、打ち合い的にこの汽船つってたかな。はい、大丈夫です。これかな。あー、これだ。で、ペーパーは両手は弾かれるけど、まあ、流れる。はい、ありがとうございます。ここが2階の、これが1階だってなると、やっぱ2階に詰まってたんだな。ここが2階のトイレの合流部でして、で、こっちが1階のトイレでしたね。そうなりますね。ここからここまでの詰まりだったので、ここで詰まってたとすると、あの2階も1階ものトイレも、まあ、詰まってたっていう感じです。あ、なるほど。ただまあお2階の方が縦の管があったりして、なんかうまいこと多分押しつぶされて流れてくれてたのかなっていうところではあると思うんですよね。1階の方が詰まりのところまでの距離が短くて、なおかつ高さもないので、一番顕著に症状が出てたのかなっていう。なんかもう本当にひどい話、この蓋がきっちり封をされてたら、お2階のトを使った時に1階のトイレから溢れるっていう状態も、まあ、あり得たのかなっていうところではありますよね。あ、ここのお水の行き場がなくて、結局上がりやすいトイレが上がるっていう状況も、まあ、可能性としてはあったかなっていうところで。あとは、こういえば、ここが詰まってたところなんですけども、はい、何か特に原因がありそうな感じがあるのかな。こんな感じで缶の中は特に根っこが生えてる感じもないんですよね。そうですね。なので、まあトイレを買い替えたとかっていうのもないんです。買い替えたのは結構前なんですね。まあ節水型って言えば節水型なんですけど。はい。買い替えたのは10年以内は経ってないけど、でも結構前。まあ、その間は普通に使えてたと考えると、まあ、本当にたまたま噛み合わせが悪くて詰まっちゃっただけなのかなっていう。ああ、水量が少ないからあれですかね。節水型だとちょっと多めの、まあ、トイレットペーパー流しちゃうと、からたまたまなんですかね。たまたまです。
りわけトイレの、排水マスからトイレまでの距離はかなり短いので、詰まりやすい構造っていう感じではまずないとは思うんですよね。で、まあ二十数年、まあ、トイレ変えてもう10年ぐらいですかね。で、特に今まで詰まりがなかったって考えると、で排水管の中も問題はなさそうっていうのが、反対側のこっち側もめちゃめちゃ綺麗な状態なので、で水が溜まってる素振りもほとんどない。勾配って呼ばれてこう排水管ってなだらかな坂道なんですけども、それが年数が経つとこう極端に言えばこんな感じでたわんでるところもあったりはするんですけども、まあ、それも見受けられないってなると、でさっきお客様が流していただいたペーパーもしっかり流れてくれて、そこの最終のマスまでは行ってますので、流れ方的にはかなり問題はないですね。むしろかなり順調ですね。あとはもうちょっと綺麗に高圧洗浄をかけてあげて仕上げていきますね。はい、お願いします。割れるっていうのはなかなかよっぽどなことがない限りはないですね。戸建てさんでこう何百件とかやらせてもらってますけども、割れるはあれですね、例えば震災があった時の大地震で割れたんじゃないかっていうのがあったぐらいで、 あとは割れるというよりかは缶がたわんでしまうとかっていう方がダントツに多いですね。なるほど。で、あとはもし割れてたりしたら高圧洗浄した際にこの砂利が出てくるんですよ、砂というか、割れた部分から水がこう割れた部分にこう高圧の水が当たっちゃうので、で埋設のその土が全部排水管の方に流れてきちゃったりとか、あとは根っことかですよね。今の感じだとそれも全然ないので、割れてるっていう心配はなさそうかなっていう感じですね。なるほど。と次はお部屋内失礼してもいいですか。あ、はい。あと、あれなんですよね、今回の詰まりとは関係ないんですけども、はい、まあ、気になった点といえば、はい、あと台所が、ここが、出てくる、台所の排水が出てくるマスになって、はい、根っこですね、この辺も根っこで、かつこの辺も根っこなので、まあ、これが、まあ、多分この辺の植栽の根っこが植栽があるとどうしても根っこが侵入してきちゃったりとかがあるので、まあ、今回どうせなので除去はしときますね。まあ根本的な改善ってなっちゃうと、はい、植栽をどうにかするしかなくなっちゃうのでそうですね、二十数年、これもずっと入ってるような。まあそうですね。まあ、多分とはいえこの距離感ぐらいであれば入ってきちゃうとは思うので。はい。まあ、そうですね。今回除去をしてあげて、まあ一年後ぐらいにちょっとたまに覗いてあげて、はい、まあ今現状であれば全然流れてるとは思うんですけども、はい、これが本当ここが根っこだらけとかっていうゆくゆくはなったりは。することもあるので、見ていただけると詰まり予防としてはいいかなっていうところで。はい、わかりました。ここを割れば詰まりのちょっと改善点とかご提案できますので、はい、とりあえずここ掃除しちゃいますね。はい、お願いします。あとまあそっちもそっちなんですよね。台所が流れついて、はい、ここも際に結構根っこが生えてきて。ただ、際なら、際というか、この継ぎ目のところなんですよね。が、まあ、ゆくゆくは、ぶわーっとしたいっていうのもあり得るので、ここも、きれいにしておきます。はい、こっちは、缶の口自体には根っこはいないので、
ちと比べれば全然マシかなっていうところですね。うん、なるほど。とりあえず奥からやってみちゃいます。お願いします。うん、いいでしょう。お風呂、はい、で、洗面、1階の洗面、はい、でこれが洗濯の排水なんですよね、はい。でまあ、これは洗濯機から匂いって上がることないないですね、はい。もともとはこれがこの中に入ってたんですよ。でこれが何の部材かっていうとこういう部材なんですよね。あ、はい。ただこれをつけちゃうと多分洗濯機自体がすごい流れが悪くなっちゃうので、外してると思うんですよね。あ、なのでこれは実際はいらない部品なので、これどうしましょうか。なんかどこかはけとく場所が置いとける場所があれば、はい、まあ、これ後で綺麗にしてそこに置ければなっていうところではあるんですよね。 あんまりここに入れちゃうとまあ基本的にこっちに流れることはないとは思うんですけども、ね、そんなのがここにあったら一発で絶対詰まっちゃうので。そうですね、ないに越したことはないですね。はい、じゃあ外した状態でどっかに置いときます。わかりました、はい。であとはあ、この洗濯機特有の小銭と小銭ですね。そうです、そうです、そうです。これは多分石鹸の。あ、小銭はちょっと洗ってお渡しします、ね。で今洗濯機の排水が始まって問題なく流れてますね。音がない限り詰まることはないとは思うんですよね。ただもし今後詰まるようでしたら、排水管に異常はまずないので、ですね、ただ詰まるとしたらあれロボットってお持ちで。あ、はい、最近買いました。買いましたっていうかこの詰まりで一回やってみたんですけど、はいはいはい。で便器の中の詰まり、トイレットペーパーを多く流しちゃったとか、はい、である限りであれば多分それで対処はできると思うんですよ、はい。でそれで今回みたいに対処できない場合は外の詰まりってことになって、多分同じような感じで汚水が上がってきてるっていう状態はあるとは思うので、もしお客様の方でやられる場合でしたら、はい、変な話、こういった水道ホースとかをこの一番最初の詰まりの始発のところにめがけてずっと噴射すれば、多分自力でここに向かってですね、あ、はい、に向かって下手側、はい、になると思うので、例えば今日と同じような感じで詰まったらここにホースを入れちゃって、あ、はい、水を流していければ今なんとかできるんじゃないですか。もしくはなんか棒ですか、まあ、どうだろう。まあけど下流なので一気に飛ばすと腕がとんでもないことにはなっちゃうんですけども、まあ、なんか長いテレビとか、数年で1くらいの感じも全然悪くないですし、そのあともこっちも、まあ、食材とかはないので、こっちの侵入もほとんど考えられないと思うので、まあ、次詰まったとしても自然な集まり比較的水の水圧があるとか、
まあ、あとその後はあの水をお部屋内の蛇口から全部ガンガンに流していただいて、ちゃんと流れてくるかとか、うん、ご確認していただければ、うん、大丈夫かなというところでございますね。はい、見返す綺麗で、トイレ。